阪神鳴尾浜球場は兵庫県西宮市鳴尾浜にある野球場である。プロ野球、阪神タイガース2軍の本拠地球場及び練習場となっており、同球団が運営管理を行っている。鳴尾浜臨海公園野球場に隣接する。愛称はタイガース伝。フィールドは両翼96メートル。 中堅120メートルと阪神一軍の本拠地である阪神甲子園球場とほぼ同じ。スコアボードは次期反転式で2014年にボールカウントの上にスピードガン表示が設置された。スタンドは500人収容で両内お及びバックネット裏にて観戦可能。よりリーグ公式戦や教育リーグなどの試合で開放され入場料は無料である。スタンドに屋根はないため、 特に炎天下は蒸し暑くなるため熱中症などに注意が必要である。また、周辺は住宅地であることなどから鳴り物を使った応援は禁止で禁煙禁酒でもある。なお、スタンドに入ったファウルボールは原則として回収される。ネット裏スタンドが満員となった際は入場制限や外野芝布席の解放が行われる場合もある。 室内練習場など阪神の選手が使用する周辺施設が左翼場外に位置していることからホームチームの阪神は三塁側ダックアウトを使用する。甲子園での高校野球開催期間中は大会出場校が練習会場として使用することもある。また2021年に創設された女子クラブチームの阪神タイガー,アースウィメンも、練習場としてたびたび使用している。 本類広報からバックスクリーンを望むスピードガン表示、阪神タイガースの2軍は、親会社の阪神電気鉄道が運営してきた阪神、国道線の廃止を機に、兵庫県山ヶ崎市の浜田車庫跡地に、阪神浜田球場を建設。1979年のシーズンから本拠地及び練習場に使用していたが、年月を経るにつれて、施設の老朽化が進んでいった。 1990年代に入ってからグラウンドの狭さが目立つようになったため、球団では長期的な戦力強化の一環として二軍の育成に向けた新しい施設の建設を決めた。1994年10月7日に東球場が竣工。甲子園球場東側の西宮市甲子園七番町に所在していた合宿所ラ風荘も周辺施設として、 東急城の隣接地に移転した。もっとも埋め立て地の上に建設したことから、1995年1月17日発災の阪神・淡路大震災では、敷地内の随所で液状化現象が発生。復旧に時間を要した。なお、運用を開始した当初は、トラフーソなどを含む二軍施設に、タイガーデンという総称を用いていた。2003年に、 タイガーデンがタイガー魔法瓶の商標であったことが判明したことに伴ってタイガースデンに解消した。球場内の設備は会場時点で最新鋭とされていたが運用を続けるにつれて老朽化が進行。スタンドがネット裏にしか設けられておらず最大で500人までしか収容できないことからタイガースの看板選手だった。 掛布ふまが二軍監督として球団に復帰した2016年以降のウエスタンリーグ公式戦では収容定員を超える観客を外野フェンス外側のスペースにも収容させる試合が相次いだ。室内練習場もバッティングマシンとバッティングケージを2台ずつしか設置できないほど手狭であるが敷地の西側が兵庫県立総合体育館と隣接していることや南東側に 阪神高速5号湾岸線の高架橋が通っていることもあって、球場を含む施設の拡張が困難な状況にあった。このような事情から、阪神タイガースはに軍施設全体の再移転を2016年頃から検討。当初は1999年までオリックスブルーウェーブが2軍の本拠地として使用していた。 神戸総合運動公園サブ球場などが再移転の候補地に挙げられていた。しかし、天ヶ崎市が阪神の二軍施設を天ヶ崎市小田南公園へ誘致する構想を立てたことを受けて、阪神タイガース、阪神電気鉄道、天ヶ崎市は同公園の整備事業に関する基本協定を2021年5月21日に締結。この協定に沿ってタイガースが 球団創立90周年を迎える2025年2月頃からの運用開始を目標に2軍の専用球場と関連施設を2022年10月から公園内に建設することが正式に決まった。阪神タイガースは2024年シーズンまで投球場を2軍本拠地として使用するが2025年以降の投球場の扱いや用途は未定。 阪神鳴尾浜球場付近バス停地図。ありがとうございます。